現在、この2022年12月30日、ネットなんかから入っている、まあ、情報、まあ、一部の情報ですが、100万人の避難民がウクライナから世界へ、それから、ロシアから100万人が世界、ロシアを逃れている。そうすると、ロシアの、一般民衆は、自分の国から出ていく卑怯な者たち、ロシアは今世界からアメリカから攻められていると、そういう被害者意識が結構強いようですが、本当に複雑すぎる状況と思いますが、あれはな、그중요한사실중요한기술ですけども、우크라이나에서、ね、지금그타국에다른나라에피난한사람은1200만명정도있어요그래서국내에서러시아우크라이나국내에서도망친사람이600만명이라고그러니까뭐1800만40% 정도가지금피난민인데우크라이나와4200만명이니까연쇄200만원대네1600만명이뭐피난시라고돼요だから그래서우크라이나사람이200만원러시아혼이있는거거든요러시아혼이그러니까우크라이나사람들이지금그우크라이나에살고있는사람은막아2000만명한분막아너1200만가되냐고이해되는거냐네그러한그현실은아주복잡하지요네그런데러시아는대국이지요대국이대국이듯이네인구도2억5천만정도있는거아닙니까2억5천만으로옮겨나요러시아와우크라이나4200만4200만명그래서뭐외국에비난한사람이1200만명정도있고그러니까전쟁이계속되면은중동사람들이네중동사람들이늘어나기때문에 네, 네뭐날마다희고도날마다죽어가니까전쟁이시작되면은뭐날마다몇천명단위난전면단위에죽어가고있어요러시아도우크라이나도、네、그런데그걸막아야하는데후세가나간이야기는막을방법이없다막을방법이없다후세구호호가나인데요타협을할길밖에없어요타협다교타협을할길밖에없어요다교수로미치시가나인데요그래제린스키가타협나는제린스키가빼는타협을해야합니다왜냐하면은노시아와아빠시네대국이아니에요갖고핵폭탄가지고있지않습니까네핵폭탄가지고있으니까자기입장처지다시봐가약해지면은포리스의헌법캠포대핵폭탄투하하겠다돼있어요러시아와캠포대네그러니까제린스키는아마내년의한국에맞은난투가오사면안다우크라이나손손에많이봐요손에손바깥이났어요4200만씩가오래했느냐 네1200만대대이루지않나가서600만이기때문에네뭐해외다해도이집부터준대네여기마다야루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 이되는거라 네, 네, 네やっぱしもうあのロシアはあった大きいですよ覚悟ってんじゃん覚悟